はいどうも、社長エビでございます。今日はね、愛車に乗ってジュベル200でちょっとツーリングに行ってみようと思います。当然お魚釣れたらいいなということで、こんな感じ、竿もボックスに積んでおります。さあ、じゃあ行ってみましょう。というわけで、海かね山か迷ったんだけど、久しぶりに山へね、リザーバーに来てみました。八坂湖です。ちょっとね行ってみようと思います。はい、じゃあ今日はねバイクなんで振り出しのスピニング一本です。とりあえずねライヤーチャターから行ってみようと思います。さあ、じゃあねせっかく来たんで何か所か回ってみたいんで、 ID をこうやってね、ボックスの中にバッグはもう入れて、サイドに釣り竿ね、こんな感じで、バイクの時はね、なるべくコンパクトにテンポよく動けるんで、こんな感じで少ない道具で動いてます。はい、じゃあね、次の2箇所目ね、降りていきます。ちょっとね、試してみたいルアーがあるんだけど、これねダイソーメタルジグ、メタルバイブか、110円ね、 7g ね。なんか噂じゃシーバスとか根魚とか海でね結構釣れとるらしいんだけど、こいつをねちょっと投げてみようと思います。
はい。何回かね、投げてみたんだけど、予想以上にね、普通に動きよるね、このダイソーメタルバイブ。なんか、活性とかタイミングとか、なんかね、良ければ、普通に釣れそうな気はする。まあ、とりあえず、試してみたっていうことでね、投げてみたけど、ルアーチェンジします。はい。で、もう一個ね、試してみたいことが、これ。海用の、ライトゲーム用のね、マイクロメタルジグ。これも 7g かな。これでね、要は、ショアジギみたいな感じで、バスが釣れるかどうか、ちょっと試してみます。はい、じゃあ次。デラク。最近お気に入り。こいつで行ってみたいと思います。さあ、というわけで、天気が良くて気持ちよかったので、ツーリングついでにバス釣りにチャレンジしてみたけど、坊主でしたね。ではまた。今日はね、別に釣れんでもええんじゃ。ツーリングしに来ただけじゃけ。こっちがメインじゃけね。釣りたかったー。